東海大学附属デンマーク校中学部高等部はかつてデンマークにあった学校である。学校法人東海大学の海外教育機関の一つであり、文部省による在外教育施設に認定されていた。東海大学の創設者である松前重吉が若き日に見たデンマークの教育に感銘を受けたことから、同地に附属校を開校させることを考え、 1988年4月に開校した。所在地はデンマーク・シェラン地域のプレスト市。教育方針は自主自立で中東部と高東部を開設し、日本人を対象とする全寮制による教育が行われた。日本企業の欧州駐在員の減少などから次第に生徒数が減少、生徒数が最盛期の約半数となり行事などの運営が厳しくなる。 教育機関としての当初の目的を果たしたという判断から2007年度での並行が決定され、2008年3月をもって約20年の歴史を終えた。廃校翌年の2009年8月、独立学校法人防制、国民高等体育学校、持ち性ホイスコーレが新たに開校した。武道を中心とした体育学校であり、 旧東海大学附属デンマーク校の設備を活用し、各国から集まった学生が、寄宿生活を送りながら、日本語、英語、デンマーク語も学ぶことができる国民高等学校となっている。AB 持ち星ホイスコーレへようこそ、持ち星ホイスコーレのウェブサイト、平成23年8月10日閲覧。ありがとうございます。